さあ、ね、これでさっきのバトル島行けるかな。またそんなことをしてる暇じゃないっすよって言われそうで嫌なんだけどそこにあるね、ピンク色のテープ。降りるとか出てないしね。え、あ、チー、わかった。博物館にあった潜水艦使うんだ多分この後だって水の中入ってるもんね。そういうことかな、多分。いや、水の中だもんね、明らかに。あ、ガボンさん、霧、すごい。霧の中を目的地分からず進むの無理。あ、まだ霧の中は入れないので。おーっと、周り見ながら走ってたら水の中のやつに気づかなかった。並べれる、並べれる。こいつら強いんだよね。キラブーツ、やったか。やっちゃう、そこだ。にしても観客だいぶ増えたね。トロフィーの30万コイン、自然に溜まるといいな。あのやっぱね、手前側に走るのはね、ダメだよ。視界取れないもん。気づいた時にはもう敵がすぐそこにいるんだよ。嘘だろ、すっげえ囲まれた。あ、ついにゲッソー初登場。ゲッソーとカニさんとプークプクープークスクス。できるこれ、できるわ。さあ、ゲッソー初登場なんで体力わかんないけど、とりあえずプクプクはね、キラブーツでいけたから。で、やっぱり燃やす？スルメイカにしてやるぜ。ライト、こいつらも結構強かったよね。ギラハンマー、22ぐらいだっけな。ほんと急に襲われてびっくりしました。うん、いつでも B で帰れるって言ってたよね。よし、じゃあね、バトル島だけ行って無理って言われたらオリビアを助けに行こう。ヘイホーさん、孤独のヘイホー。やっぱ奥行きだよね。やっぱキリトかな。大事なものを海に落としちゃったって言われても俺には何もできない。本当に申し訳ない。近寄らない。めちゃくちゃ多い。あったあった。さあ、これこれ、こんなことしてる場合じゃないっすよ。ほら、知ってたわ絶対そんな気したもん。ただまー。あの奥は行けないよね。降りるとこないよね。ここ抜けれる？むしろ。あ、行けた。出航するときに怪しいと思ってたんだよ。おお、チョロプ、何？
いらっしゃい、秘密のお宝フィギュアあるよ。意外に安い。あ、ボス倒すと買えるようになるのか。思ったより安いな。買っとくか。さすがに1万2000とかはちょっとね、どうしようかなって思っちゃうけど。輪ゴム、ありがとさーんと。ちなみにここ今どんな感じだ。キノピオはもう 100% だ。お宝が未だに 21%。 そんなあんの。まあそこの上の行き方が未だにわからない。この辺の紙ペラを引っ張ったりできるのかなって思ったけど、そういうのもないしね。ここも治るのかな。この橋も直さないと。登れません。この地下もまだねパーフェクトじゃないんだよね。さーて、話す。あ、アクセサリー屋かな。さあ中へどうぞ、中へどうぞ。やっぱたまには帰ってこないとダメだね。おお、ぶっ壊れてるのか。先に話しかけてみる。ありがとうございます。安心して仕事ができます。お、スカスカーナ完了。さあ、嬉しい楽しい超便利なアクセサリーはいかがですか。ネット、お、バトルが始まると結構伸びる。いる。高い。掃除機、お、これ楽になるね。でも1個しか装備できないのかな、これ。なんか某ルイージマンションで見たことあるような。仲間タンバリン、仲間の攻撃力、これいらなくね。こんなもん誤差だろ。ククールだね。ククールのことタンバリンっていうのやめろよね。タンバリンのことククールっていうのやめろよ。まあこれ長くなっていいね。どう？複数、あ、2個までか。ぶっちゃけこれ見た目だけだからどうでもいいんだよね。綺麗だけど。ねえ。これキノピオだからさ、これ宝箱チャイムとかありそうだよね。ここは？どうも、被害はなかったようだ。大丈夫、ただの致命傷だ。便利な言葉だよ、致命傷って。一番です。もう二度と離れないぞ。この椅子に目があるように見えた。さあ、それじゃあね、オリビアを助けに行こうかと思うんだけど、どうしようかな。一回だけ挑戦してみるか。川下り一番上から行ってみるか。行くぞ、パーフェクトだ。川下り。
これあれだろ、紙っぺらはどうなんだろうね。紙っぺらを毎回リセットされるのかな。コインを全て取れたら、ね、で上、これさやっぱ無理じゃね。急流下りでジャンプしなきゃいけないところもあったよね。あ、ジャンプ一回見せただけで終わり、無理じゃね。一応ね、紙っぺらがね、あと一箇所あるっぽいんだけど、それもこれ取って即上にね。ハートはいい、やっとしたぜ。まあパーフェクト取れなかったらね、これ早送りになっちゃう可能性もあるんだけど、ここさジャンプしなきゃいけない場所あったよね。したー、食らってもいい、金の方が大事。一番気に入っているのは値段だ。紙っぺらは、え、早すぎ。でもまあ結果的に、よし、回収はできた。ノーダメとはね言われてない。た、多分あれ今の頭が、まあ、回復するわ。お金、お金、現状パーフェクトだよね。これこれこれ、取れた、全部全部取れたよね多分。上かな、でした。これもういきなり上に行こう。ちょっとお金のところだけをひたすら、はい、は、吸い取られて無理、動き意味がわからない、吸い取られて。はい、終わりでーす。吸い込まれてね、全く動きが分かんなかった。ここもジャンプ、今のジャンプもミスったね。でもここはまあまあそこまででもないか。で終わり。あれ、紙っぺらの一箇所分かんなかったね。渦巻きのところのね、動きが全く分からなかった。ただ絶対無理ってほどではないな。で、多分今覚えてる今のうちにもう一回行ったらいけそうな気もするんだけど、沼にはまりそうなんで、やらない。さあ、風渡りの谷へ行くぞ。結局紙ペラの場所も分かんなかったね。だいぶ遠くでも集めれるよね、楽だね。さあどうやって助けるんだ。兄貴、言いも聞かずに俺をね、大海原まで、俺を信じて大海原まで行ってくれて、マジリスペクト。あの船で何があったのか、そしてVIPに何があったのか、ね、全てお話、先に話せよ。
仲間のボム兵たちとね、プリンセスピーチ号で船旅をしていた時のことである。海藻は負けフラグ。俺たちはビップルームを借り切って大いに旅を楽しんでいたんですよ。そしたらね、月曹が、ボス月曹、船を守るために体を張って戦いました。その時、お、勝ったのか。頭の導火線を吹き飛ばされたんだ。はあ、導火線。そして海に落ちたショックで記憶を失ってキノピオタウンに流れ着いて、記憶を取り戻すために自分探しの旅。本当だ、今更気づいた。こいつの頭導火線ないね。ボス決闘との戦いを思い出し、全ての記憶が戻ったんすよ。でも記憶が戻って本当に良かったっす。ってことは、あの宝箱の中に導火線、やっぱ来た。はっ、爆発フラグ。最後に大事な仲間を助けることができるなんて、ボム兵冥利に尽きるってもんすよ。幼馴染のあいつと一緒に一人前のボム兵になれる気がするっす。兄貴とオリビアさんの旅ができて本当に楽しかったっす。ありがとうございます。ボム兵、爆発するよ。やったぜ。バーン、たったた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 ドリフの爆発落ちかな。レザービーム一郎、無事かオリビア。話せない、叩くのか。マリオさんが助けてくれたの。俺じゃねえ、俺じゃねえ。あんな大きな岩が粉々ですわ。どうやって、まるでドカンと。はっ、ボム兵さんは姿が見えないですわ。あいつは言ったよ、いいやつだったのに。ボム兵さんがあの岩を、そんなバカな。どこ行くねん、一人で行くのは危ない。